なんとなく集まって勝手な話ステーション。これなんでね、しつけさ犬の鳴き声かというと、実は犬がいるんですよ。メンバーに今日あのお犬様がいらっしゃいます。はい、おとなしいお犬様が、あ、どうも、岩田悦子です。どうも、道下沙織です。先週に引き続きお邪魔します、宮本京子です。久しぶりです、平林らえです。よろしくお願いします。お願いします。なんかちょっとこれ空気が凍ってるよ。なんか緊張するような懐かしいようなっていうこの雰囲気。なぜ、ね、なんでだろう、なんだろう、久しぶりな、久しぶり、このメンバーで集まるのすごい久しぶりですよね。あと何人かいつもいるけど。うん、ダンサーズね、これダンサーズ、ダンサーズ、元祖ダンサーズ、宇宙ダンサーズから引き続き続きのメンバーすごい見られてる。ワンちゃん、ワンちゃん仲間に思われてる、ね、ワンちゃん見るんだったら喋ろうね。すごい、あ、なんだ、存在がわからないよ、同志だと思われてるのか、ものすごい食いつかれてる感じ、かわいい、かわいい、かわいい、癒されます。でもね、聞いてる人わからないね。見えないね。ないね。なんかごめんなさい。ちょっとさあさあ、あのちょっと鼻息で表してください。と鼻息で表すと、びっくりしちゃってるかわいい。びっくりしちゃってます。でもさっき始まる前ちょっと泣いたんです。そう。でも全然泣かない。泣かない。クーって言って終わった。ね。かわいい。ね。お犬様、まあ、お犬様をゲストに迎え、今日は何の話をしましょうか。お犬どう、パンダ来る、パンダ、あ、パンダ来た、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 パンダ来た、名前忘れちゃった、ね、早く、なんかちょっと変わった、リンジ、ビーディー、ビーディー、ビーディー、リンジ、大丈夫、何、ハリウッド、ハリウッド、っていう名前もさ結構あれじゃない、ハリウッドじゃない、そう、なんか昔中国的な名前が多かった、そう、うん、でも日本語名また募集してるんですよね。考えよう、考えよう、やっぱ続けた方がいいですね、リンリンみたいな、あ、そうやな、パオパオとか、はい、ゾウさんか、ゾウさんか、もう絶対突っ込まなあかんね、もサオさんと。そうでもお、ね、関西の人は2回続けるから、あかあかとか、そういう感じでピンピンにする、ピンクのピンでピンピン、女の子で、パオパオが男の子でいいやん。パオパオって、その中国の由来というか、何、意味的なものっていう、いや、なんか白浜のパンダはみんな白浜の浜で名品とかなんとか品ってつくの、だからそれに丸つけただけ、ピンピン、パクリやん、パクリやん、この人パクリ、パクリゲー、それでピンクやしと思って、ピンクのピンやからいいかなと思ってんけど、あーあーって言う、まあ、私は言ったけど、いいよ、もう黙ってきます、キョンキョンとライちゃんはもう、ちょっとさーって涙、ちょっと今日黙っとく、聞く、聞く系にする、多分ね、5分も持たないですよ。先に行ってきます。黙ってるのだ、結構ね、こう喋りたくなるっていうか、うん、なんだろう、こうご飯食べてて、こう先輩方に、じゃあ一回沙織蒸しねみたいな、なんか喋ってもみんな聞いちゃいけないよみたいな、こう会ができて、そう、すんげえ我慢してんの、すんげえ我慢してんの、横でおかしくて、関西の人ってほんと喋り上手ですよね。いや、それがなんか人が話してると話すのに、振られると、そうそうそう、めっちゃ嫌だ、じゃあどうぞみたいな、じゃあどうぞって振られると、聞いてませんでしたぐらい、聞いてましたか、人の話の間に入るのは大好きなの、でも結構入っていける、そう、いや、うまいこと入ってるわけじゃない、自分の言いたいこととりあえず入ってるパクリゲーこれ。そう、ひな壇芸人みたいな、よいしょ、どこでも入れる、太鼓持ち、太鼓持ち、ちょっとね、崖の上、あ、崖っぷちの竿から太鼓持ち竿になる、名前2011年何やったっけ、崖っぷちの竿とエラの下のポニ、あれ何やったっけ、エラの
エラがあるサオじゃなくてエラなんとかのサオやったな。崖っぷちのサオと2つのキャッチフレーズが多分結構昔のねこの K ステーションを聞いてもらえればどっかで出てくるはず。出てくる出てくる。2011年はじゃあ新しく新しく、うん、ちょっとねいい感じに行きたいな。ピンピンピンパオでいいよ。ピンパオピンパオサオリ。何それ。ピンパオでピンクが好きなパオパオパオは思いついたから。思いついた。いやパンダと一緒なんて。いやまだパンダ名前決まってない。まだ決まってないです。そう。なんだろう、なんだろう。東京上野動物園に来たっていうことは東京の名前？東京の名前。東京の名前。東京スカイツリーみたいね。ああ。そう、うちからとスカイツリーが見えることが判明して、うちの近所から。へえ。知らなかったと思って。ずっとちっちゃかったから多分気づかなくて。はい。出来上がった。出来上がった。しかしてみたいな。あれこの遠くに見えるのはみたいな。ちょっと歩道橋登って。あれ？見えた。そう。でもある一定の角度変える変えるとこうビルで見えないのね。ここここ無理みたいな。一部だけ。そうなんかわーって見えて。レアですねなんか。で携帯で撮ろうとしたけど完全無理。デジカメか。そうそうそう。さすが下町あれってゲストちょっと休憩します。お休み中。そうでもね。何？サオさんのキャッチフレーズ考えたいよね。もういいよ今日はゲストじゃなくて今日ねライちゃんもキョウちゃんもいるからなんか。じゃあ一人ずつちょっとキャッチフレーズを作っていこう。作ってる。キャッチフレーズですか。うん、難しい。今日できなかったら来週は宿題でもいい。あ宿題。宿題でも。うん。でもなんかあの話しながら片隅で考えとるみたいな。そう。ライちゃん二十歳になったからね。なんか二十歳ワード入れたくなる。誕生日を迎えまして。だから21になったらまた変わる。来年はまた違う。1年ごとに。ああ新しく書いてね。分かった私できた。でも厄年一回お休みな今大月ですね。やっと厄年一回お休みになった。何一回お休みって。女性って実は何一回休みがあるの。あるの。女の人は30から、まあ、数えで31から数えで1前役本役後役で続くの。え待って31でその後それで終わりやと思ったら実は1回おや1年お休みのまたその後に前役本役後役で続く。えそんなんなんでなんでちょっとやるわなそんな30代ほとんど役やんか。そうそうそう。えほんまに？だから20代の時はなくて19の時に初め迎えるからその時が翻訳で、でその時間ちょっと10年ぐらい空いた後のみたいな。へえ。その後は40歳からないの。それ終わったら男の人は逆に終わり。もう30何歳で終わり人生で。役の年役の年が多分30代から波乱万丈。へえ怖いな。数えで 31? 数えっていうのは今年ってこと。ああかも。来年ぐらいからじゃん。おお役払いしておかない。やばい恐ろしいな。それあかんそれあかん。そうだからね自分だけじゃなく周りの人とかにも来る役が。役それ嫌ですね。でも結構ねみんな後役に来る人が多いから。で女の人はその役年の時に、うん結婚出産をして役をこう落とすというか。えちょっと待って何歳何歳何歳にすればいいの。計算しとこう。計算難しいですね。計算難しい。数えで全然わからない。だから今30でも数えで言うと30からだけど本当の年はうん、あでももう原十丸違うみたいな。いやいやだって私とね4つ違い、うんご存知の通りプロフィールは元々これまですいませんでした。まあまあいろいろね。いろいろね。じゃあ役年になったら結婚しなきゃですね。そうですね。結婚と出産と無理くない。そうだからもう2年あと2年3年だから逆に2年あったらスピード結婚あったら大丈夫。逆にそうこううちの先輩方で言うとワゴニさんワゴニさんじゃない福ちゃんさんは子供役年のうちに産んだので。すごい。結婚するだけでもいいの、うん、子供を産まないとダメなの、うん、結婚するだけでもいいや、うん、
間に合います。間に合います。何年ある、うん、あ、募集中かけなくていいここまでっていう、このあたりまでこの辺まで出てない、テロップ流れてないけど、いこの辺まで大丈夫、あと2年あるからスピードコンかも。スピードコン、スピードコンするわ。6ヶ月とか出会って6ヶ月とかねでスピード離婚やめていや、とりあえずヤクザなしの1年結婚してたらよくね離婚みたいな、そこの間だけ。そうそうそう、すごい悪い女、悪い女悪い女出てきたそうあった。でもとかライちゃん二十歳だったってことは、ヤクザなしが入ってあと役かな。あ、そうなんですかね、うん、私19歳の時ものすごく怪我してたから。へえ、そうそうそう、盲腸になった、盲腸。あ、気づいた、こう超えてた、終わった知らないやつに。え、キョンキョン気づいてなかっただけかもね、うん、かも何かあったかも。周りの人が大変だったかもしれない周りの人ものすごい骨折ってたねとキョンキョンが通っただけであって折れたみたいで行ったらおみくじ引いて大吉だったんで、ちょっと今年はいいかなと。お、でもね、あのうちのよく出てくる、まあ、藤原さん曰く大吉だと、うん、ああ言いますよね、今日だともう日が最低だから上がっていく、上がるって言いますよね。だから私なんですごい中途半端な小吉だったの、どうすりゃいいんだと微妙な位置ですね。そう、悪けれ悪いで、ね、うわっと思って逆に最悪みたいな。まあいいんじゃない、ちょっとの吉やから、小吉やから、まあ、上がってくからいいんだよ。ちょっとの吉やちっちゃい吉ちょっとの吉や、沙織的に、沙織的には、うん、あ、最近沙織になって言いませんね。いや別に言ってるんやけど浸透せえへんかあれみたいな。沙織、沙織ずっと沙織、ちょっとアッキーナが流行りだした頃から、人気出てきた頃から、アッキーナ、ユッキーナ、ユッキーナ、サオリーナ、オシリーナが、オシリーナに、でもまずってアッキーナとかじゃないね、アッキーナ、ユッキーナで、オシリーナからじゃあサオリーナみたいなとったのに。サオさんもお尻がちゃんぽいだから、そこでお尻取られたみたいなこと言ってあと覚えてる、なんかお尻取られたって言ってて、そういうこともあったね。メタリじゃサオリーナサオリーナ、ライーナ、ラインナですよね。ラインナ、強硬な、強硬がし、強硬な、強硬なだったらエツコーナーだし、どこのコーナーみたいな、強硬とエツコーはどこのコーナーみたいな、なんかできそうじゃない？大腰コーナーみたいな、ここコーナー、私たちこう足こうやって伸ばしてコーナーで、人で。サオリーナはゴールで待ってる。待ってる人。サオリーナが一番しっくりきます、ね。ライーナはスタートした。ライーナちょっと。ライーナはスタート。なんか第一コーナー、第二コーナーところを強コーナー、第一コーナーがこう足をこうやってみんな入ってこないのところ。あの役つらかった。永遠リレーが終わるまで学年のずっと足伸ばしておかなきゃ。ちょっと逆にしてもいいからみたいな。別コーナー。なかった別コーナー。別コーナー。別コーナー。なんかなんだろう、風邪薬みたいな。今日な今日オーナー今日なをつけたい。なんとか何したかっただけ。サオリーナ、サオサユリとかサオリとかの人多いですよね、うん、確かに。だってアキーナは元々アキーナだし、ユキナもユキナだもんね、うん、じゃあさそう、ちっちゃいつ入れたらそうなるってことでしょ。ユキナの間にユキナ、うん、だからサオーリー、サオーリーのセオみたいな、サオーリー、サオーリー、おはようございましたオーリー、ちょっと上がる、ちょっと体が伝わらないからほんまや、画像で見せたいサオーリーです。どうする？私ちっちゃいやつだから。えつーこ。えつーこ。きょうちゃん、きょ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 、うーこ。うーこ。うーこってなんか嫌。なんか嫌やね。なんできょうきょうだけちょっといつもなんか落ちなんだ。え、でもライちゃん二文字やから。ラ、いい。また別の音になっちゃう。それいいやん。ラ
ラいい。ちょっとラいい。ちょっと今度自己紹介するよ。ラいい。ラいい。そう。今日うーこ。えつーこ。えつーこ。おお。みんなちょっとラいいだけ伸びることがない。ラいい。着地点がない。着地点がない。やだ。ないけど。ですってつけるラ・イーですって一人だけつけるですって戻んの着地する着地するレスレーザーのマサイ族的なジャンプをすればいい縦にねそうそう分かりやすく伝わるには見せたいなこの聞いてる人にどういうの、ね、とマサイ族のジャンプをちょっと想像し してもらってそうそうそう伸ばすところで飛ぶ垂直にまっすぐになって手も横でそうでおかしいまあねそんなこんなでそんなこんなでもうねちょっと来週までちゃんと考えました 考えるか考えないかお楽しみに濁しとこうそうお昼様も寝たことだし、うん、お昼寝タイムで、ね、お昼寝タイムでこんなにぎやかな中まあ、うんそんなこんなでじゃあ今日は今日はつーことさおーりときょおーことらいいらお送りしましたじゃあまた来週